ステータスクオーはイングランドのロックバンド。ブギーロックの代表的なグループとして知られる。本国では重鎮的存在として国民的支持を得ており、その活動は50年以上に及ぶ。UK ・ロンドン公演1962年にフランシス・ロッシシを中心に結成。スペクターズとして1966年にデビュー。1967年に バンド名をステータスクオート解明。この時期のメンバーは、ロッシ、パーフィット、ランカスター、コーラン、ラインズという人用だった。初期はサイケデリックロック色の強い楽曲が主だったが、3枚目のアルバム、ケリーの油塗りスプーンから、シンプルでハードなブギーロックを全面に出して、イメージチェンジを図る。このアルバムの後ラインズが脱退。4枚目の ドック・オブ・ツー・ヘッドリリース後にレコード会社もパイレコードからバーティゴレコードに移籍。ハード・ブ・ギ・路線を推進するごとにファンを増やし、5枚目のアルバム、パイル・ドライバーが英国チャートにランクイン。自作、ハロー。で1位を獲得。人気を確固たるものとする。1981年、ネバートゥ・レートリリース後のツアーを最後に、コーランが脱退。公認に、元ハニーバス。 上海のピート・カーチャーを迎え活動を継続するが、1984年のバック・トゥ・バックを一旦の区切りとし、活動を停止する。しかし、翌1985年、ライブ・エイドのオープニングアクトとして復活、翌年には、クライマックス・ブルース・バンドのツアーメンバーだった、ジョン・エドワーズとジェフ・リッチをシンリズムセクションに迎え活動を再開している。 毎年のように出されるアルバムは英国で常に上位ランクインを果たし世界進出も試みた。日本では星かるみ子、東郷かおる子が担当していたラジオ番組でステータスクオーがオンエアされた。1975年、1976年と2年続けて来日している。イギリスおよび一部の英語圏ではハードブギーファンを中心に根強い人気を保った。 それに対して、アメリカではヒットを放つことができなかった。晩年のリック・パー・フィット2014年その後も、1980年代、中盤に活動を一時停止したり、リズム隊の数度のメンバーチェンジがあったほかは、安定した活動を続けている。活動再開後の1986年には、今までのイメージを覆すドイツのニューウェーブバンドの、カバー、 In the Army Now でシングルヒットを出すなど、底力を見せた。すでにロッシラは歓暦を過ぎたが、ハードブギーをサウンドの中心に据えるというバンドの方針は全く変わっておらず、近年のアルバムも英国チャートにランクインしている。イギリスの国民的バンドと形容される場合もある。1997年には21年ぶり3度目の来日を果たしている。2013年、 アラン・ランカスター、ジョン・コーランを含むオリジナルメンバーが30年ぶりに集結し、翌年までリユニオンとして活動。2016年12月24日、ロッシシと共に約50年間バンドのフロントマンを務めたディック・パーフィットが肩の負傷に起因する感染症で他界した。ありがとうございます。